どうもこんにちは、アリスです。はい、ということで今回なんですけども、まあ相変わらず環境にねずっといますシアンデッキ。はい、まあ無補正の時なんかはねずっとあのトップ5、無補正以外でもねあの基本的にトップ5にいるような、キャラクターだと思うんですけども、そんなシアンデッキに最近ねよく見かける駒がいまして、それがこいつなんですよ。はい、フレブ。まあ2ターンリポートスキル、コンボスキル、ホーリーなんですけども、こいつとシアンの組み合わせがマジで強い。というのも、まあ、そのシアンデッキって X 打ちに弱いじゃないですか。なので、まあ、あの神ターンとかこっちね使ってるとして、相手シアンだったら X 打ちして、まあ、シアンをね打てるターン数っていうのは先延ばしさせて、まあ、その前にゴリ押せみたいなことをすることが多いんですけど、そうするとねこいつが止めに来るんですよそのゴリ押しをね。でそれで負けるっていうパターンがね結構多いなって感じがしてて、なんでこのコンビ最強説っていうことでね検証していきたいと思います。では早速やっていきましょう。さあ行きましょう、シアンミラーですね。先行先行欲しい。よーしよしよしよし、先行取っていく。これどうしようかな。リリティエがねあんま雑に置きたくないんだけど、ロックもねいやロックもね持っておきたいではあるけど、どうせ最速シアンするんだからロック置いてる暇がねないんだよね。ロック置いてる暇っていうか、その相手のシアンずらそうかなと思ったんだけど、こっちもどうせね早めにシアン置きたいんで、まあ、ロックここで切っちゃって、でこのリリティをねうまいこと使っていきたい。ナイス、それはでかい、それはマジででかいよ。覚悟はいいかしら。でここでシアン置きまして、最速シアンですね。これがねまあ一番強いムーブだね。うん、さあ相手もシアン置いてきます。でこれねちょっと現状あまり置きたくない駒が多いので、なんか引いてほしい。いいね、ちょうどいい、めちゃくちゃちょうどいい、ありがてえ。それちょうどいいの極みだ。これはさあからの C 打ち来るか X 来るかって感じだと思うんですけど、まあどちらにせよ次でリリティを置いた方が強そうですかね。ここでね置くんですよ、リリティを。 C5 に置くことによりこのシアンコンボを使うときにねダメージを反射できますということで、来ました、フレブも来ました、完璧。さあこれ置きます。でこれでねリリティ返しちゃうと、このコンボスキルが大ダメージになって返るというわけでございますね。これあ、それリリティの可能性ありそう。相手もこれディリティエ入れてそうだな、その感じ。まあフレーブでカバーしますか。はい、ですね。ちょっと同じことをされたけど若干痛いな、痛いけど回復でカバーしていく。さあそしてだな、どうしよう。次相手にもこれで帰るんだけど迷うなー、これ。あー強いけど起きづらいな、ちょっとどうするかなーこれ。いやどうしようマジで。悩ましいなーこれは。あーこうするか、一回罠消しつつ。で相手これ消しづらいんでね、この罠の反射ダメージ入れといて、
そう来るよね。で右ウェックスに打とうか、トゥールラで回復入れつつみたいな感じで打って、でルラ消すとダベコンになるんで、さすがにってかルラ消しづらいと思うから右ウェックスに打とう。こうしてちょっとね回収ダメージが痛いけど、これも回復でカバーしていく。よーしよしよしよし、いいぞ。フレブの回復も込みでね、合計ここまで4000回復してるんで、さあこれはきついんじゃないか。ルラコンボ食らいたくない。しかしルラ消してしまうとダブコンがつながると、そういった状況ですね。これ強っ強っ、ちょっと待って、強いなそれ。アイネ消せる位置でダブコンではあるかな。あ、飛ばせるね。ルラコンボがマックス出るんでこれ飛ばせるね。こういうことなんですよ。強いねフレブ。やっぱ HP 回復が相性いいんだろうな、このデッキと。ナイス、いいね。さあ行きましょう。暗黒竜、暗黒竜か、暗黒竜か。多分フリー対面だよねこれはね。こう6切って大丈夫かな。守護者切るか。フレブか。フレブもね、多分暗黒相手はね削った方が強そうな気がするから、フレブどうなんだろうって感じだけど、一応フレブもフレブで回復してね、1000名の圏外にしたりとかデバフかけたりはできるんで、まあ悪くはないんじゃないかなと思うんですけど、これ暗黒に対しても普通に仕打ちでいいのかね。まあ普通に行きますか。まあ一番強いムーブなんで、暗黒の時だけ話変わるかもしんないですけど、まあ僕知らないんで試案使ってる時の暗黒対面の立ち回り僕知らないから、まあ普通に行きます。でここだね、なんか欲しいね。いらないこれいらない、いらないな、いらないって言っちゃダメね、いらないって言っちゃダメ。それはお呼びじゃないお呼びじゃない。でこれ多分 X 来そうな感じするな、来そうな感じしない。 X これですよね。あ、珍しい、チャージフィンだ。でこれファビオいる？ダメージ通らないなら切っちゃっていいよね。暗黒にこの進行に持ってかすとね、ちょっとまずいと思うんだよなそのなんだ、長期戦の盤面というか。あ、やばい、思ったより攻めのタイミング早かったな。ちょっと待って、で貫通コンボ残すとマジで終わるんでマジで終わるんで、ルラかな。ルラ置いて回復して、でそこの罠は消しづらいと思うんだけどな、どうなんでしょうね。でリリティがナイスタイミング。うわー、ちょっと待って飛ばない、セーフ。お、勝った、勝ったか、なら勝ったんじゃない。あ、強すぎ、勝ったわ勝てるんかい、これ勝てんのかい。フレブ引けよ、ちゃんと使えよフレブ。まあいいかこれはこれでいいか。はい、さあ行きましょう。ウィブサニア転結、ウィブ転はウィブ転やばいんじゃないかこれあのマタンとかでトーヤ入ってるならまだしも、ウィブ転はやばいな。普通の転結だとさ、陣雷ってアラジンか刺激なんだと思うんだけど、イブテンって S 枠に陣雷入ってるから、マカミっていうね、だからそれが結構えぐい気がするんですよね多分アラジン、カリス、マカミとかなんじゃないかな、編成だ。それだと結構まずい気がするんだけど、どうなんだろうね。まあ、とりあえずもしやん速攻で置きまして、でベルグレいいね、次置けるね。まあただそこをねフレブの回復でカバーするっていうのも一つ手ではありますね、引いてないけど。さあくさびガンガン生成していく。マジでウィブサニアのこのくさびの何、生成力っていうか
えげつないよね、相変わらずね。さあこれ置きまして、大きく削ります。でここでなんかメーティスとか置いてくんないかな。周年メーティスが置いてくれるとねありがたいんですけども。うわ出たー、出たカリス。これよね、これを連続して撃たれるとやばいんですよ。でこれどうするかな。まあこうする、いや待て待てよ待てよ待てよ、どうする、こうか、こうが無難か、こうが無難だが、こうするとあのウィブコンボが使われるんだよね、くさび増えちゃうってのはあるけど、まあでもここじゃないかな、ここ安牌な気がする。今メーティスかい、まあ罠返せるタイミングだしね。まあそりゃそうなんだけど、盤面的にはねあそこを打ちたいんだわ。ねB4 打ちたい。どこが一番いいんだろうこれ。まあいやこうするか、あてかここでいいのか、ここでいいな、そうだね、罠返されても次 B4 打てるもんね、吸収しながら打てるし、あここでいいや。で一応さやかいるんで、やばいぞこれ。うわこれこれマカミの匂いしてきた、これはこれマカミの匂いするな、これ嫌な感じしてるよ。まあトゥールラの回復でなんとかなんとかしてほしいけど、まあマカミスキル4800だからね、まだ耐えれそうではあるんだけど、間違いなく瀕死だよね撃たれた場合。そっちそっちの陣雷マジか、待て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 、5100出るやんけ、痛すぎ。で飛ばせないんじゃないこれ。これ飛ばせます、これ飛ばせないですよね、うん飛ばないね飛ばないね、ワロタこれどうしよう、これこうしてなんか間違えて耐えないですか。おこれ待って、あるんじゃない、これさあの一見甘積みのコンボで終わりに見えるんだけど、通常返して勝ちかもしれない。 60% か、 60% あそっか 60% 1000食らっても600しか返んないから、これ普通に A5 万出されて終わりか。あそうだわ、 S5 万ペテラ打たない、ペテラ打とうよ、ありがてえ。えそれ今ヴィーナスのさ通常耐えてたんじゃない、今相手勝ったマグネで勝った、フレブどこ。さあ行きましょう、多分これ時間的にラストかな、いやもう一戦いけるかもしれない。あの今ねシーズンマッチ最終日に撮ってて、もう時間ギリギリに撮ってるんですよね、なんであのあと6分でおります、シーズンマッチやばいだから速攻流だからこの試合早めに終わりそうだし、まあと1戦ぐらい潜れそうだけど、下手するとね動画がね2試合の動画になっちゃう、このままだと非常に危険です、非常に危険なんで、急いで行きたいところ。速流対面こそフレブ欲しいよね、輝きそうなんだけどね。あそっかフレブ主役か、あごめん忘れてたわフレブ主役だ、だからフレブを輝かせる試合を2試合を取りたい、最低でも2試合欲しい、だからここで輝かせればまあ安定安定ですってことで、フレブ引いてくださいお願いします。ここでフレブを望みます、フレブの恵みを与えてください、ありがとうございましたあれ、まあ、いやまだ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 諦めてはいけない、まだあるよ、出る位置お前すごいとこ、うんまあまあまあいいだろう、2分の1だからね、2分の1ですから、まあまあまあ外すことはあるでしょうと。もう次でフレブさえ引いてくれればまあきっと大丈夫、フレブで耐えれる、さあ飛行フレブ、みんなでフレブを呼ぼう、
無理じゃね。いやでも2万あったら耐えるか。2万あったら耐えそう、さすがに。さすがに大丈夫そう。あ、待って、怖い。え、怖っ。危ねえ。マジで危ない。で、飛ばせますよね。あれ、もしかして飛ばないとか、そういう。まさかね。あ、いけるね。さすがにいけるわ。さすがにね。ナイス、いいね。フルブ使いたいんだけどな。